行く気満々だったんだけど、ちょ、起きれなくてごめんなさい。本当にみんなにメールで言ってたんだけどね、朝やるって。ごめんなさい、早起きしてくれた方もいるのだろうに、すいませんでした。まだ髪の毛してもらってないから、学校行ったまんまの髪の毛でいるけど、この後髪の毛してもらいます。宿題終わったんですよ、昨日。そう、ちゃんとね、丸付けもして、なんだっけ、あれ、人権ポスターの色塗りもして、終わりました、ちゃんと。で、じゃあアンコール間に合うか、そうなんだ。全然全然、気をつけてきてね。今日前の方、本当？見つけまーす。メイクも完了して、あと髪の毛やってもらうだけ。着替えるだけです。これ出ません。マハマロさん、花火ありがとうございます。ダッシュで行こう。お見送り、お見送りが オガスタありがとうございます。ボニーテール出てる、怒られます。 GK ポスターの絵の具はちゃんと扇風機をね、働かせて、その前に置いてたから乾いてました、ちゃんと。今日前に入れよじゃなかったっけ、これ違う。今日真ん中の方からお願いします。ありがとうございます。ガトペ君かな。金魚ありがとうございます。刀のさん、お疲れ、ありがとうございます。今日見送り、面白いかもしれない。なんだろう、見とくね。ミジェジェさん、花火ありがとうございます。おられた奈々ちゃんも似合わんやったよなと思って、一応。ああ、そうなの。洗濯問題を出す。ベビードーム、あ、ドリカムのコンサートでね。わあ、じゃあ帰りも多いかな。タクシー捕まればいいけどね。ドリカム様ですから。やばいね。多そう。渋滞よね、絶対。もうみんな入ってるのかな、劇場。何時オープンだっけ？もう入っているのかな。今日学校、そう、学校終わってきました。学校行ってきましたよ。なんかね、人形ポスターめっちゃクオリティ低いって思ってたの、自分だよね。でもね、意外とみんなそんなことなくて よかったです。一人だけ浮かないで、みんないい感じに。もうみんな同じ感じだったのでよかった。
めっちゃみんなさめっちゃ凝ってるのかなってドキドキしてたけど思ったです。思ったよりよかった。みんな同レベルでした。そう、実験作文もさ、実験作文もなんだっけ、原稿用紙全部に書けなかったんだよ。でもみんな同じぐらいの枚数だったからよかったです。よかった。そう、何回も昨日の夜は宿題確認して忘れないようにちょっと確認しましたね。4時半か。じゃあ入ってるかもよ、みんな。やっほー。同じ建物にいます。6時オープン。あ、ロビーはね、そう、ロビーロビーのことを言ってた。今劇場向かってる。ありがとうございます。道徳の宿題じゃなくて、なんか何の宿題なの。みんな駐車場の車から見てる。今日見つけて、見つけれます。みんなも見ててくださいね、私を。気になってる子ばっかり見てんじゃないです。幕が開く前、前列のファンの話聞いてるって本当。でも聞こえるよ、たまにファンの方同士でお話ししてるのとか聞こえるかも。でもあんまり聞こえない。どうなん、あんま聞こえないか。ちょっと緊張してるからね、本番前は。やっぱりチェの生誕祭の時ホークスね、あったよね。やばい、1時間でありがとうございます、来てくれて。劇場でみんなマークイズ、僕も劇場、私も出たい。全然出てないもん。出たいんですよ。何分ですか。30分ぐらいに終わりたい。まあ、アラーム鳴ったのもね、気づいてない。なんか全然記憶にないですね。止めたのも記憶にないし、控室できるかな。でも練習したいので朝やりたいですね。トモゾッペさん頑張った、ありがとうございます。にゃおさん花火ありがとうございます。起きれました。じゃあそろそろランキングを見たいと思います。13位から、13位ひでさんありがとうございます。12位博多なるなるさんありがとうございました。1位花がむずむじゅむずむずしちゃうのさんありがとうございます。10位今日この頃さんありがとうございます。9位シーチャッペさんありがとうございます。8位博多かんべさんありがとうございます。7位ムハモロさんありがとうございます。6位まえなくんありがとうございます。5位ともぞっぺさんありがとうございます。4位クロさんありがとうございます。3位のりっぺさんありがとうございます。2位かとくんありがとうございます。1位 MJ ジュニアさん、たったったありがとうございました。じゃあ公演皆さんよろしくお願いします。あの座席立場の心で送ってください。後で見ます。髪の毛染めてる時に見ます。送ってね。また後で。ありがとうございました。めっちゃ話した今日。めっちゃ話した、ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。